長くて10、11、12、1、2、3とか、まあ、6ヶ月間なんですけど、長いのになると今までの経験上では100時間かかりました。あ、どうぞ。あ、はい。こちらが酒造りする部屋の一つなんですけど、工場に。ああ、仕事のことがない限り、はい、中にご案内するということで、ここでまんべんなく付着させるといいますか、ここに室町という額が、こちらが昔の酒蔵が本当に一部だけ残ってて、室町時代を海外輸出用専用のお酒です。2015年 の、 イタリアで行われた、創業が1688年で、いわゆる元禄元年頃というふうに言われているんですけども、地元和歌山産の大松と、昭和61年に、日本の名水百選を大町の冷泉に、選定された、そのお水を使った酒造りを行って、作るってことですよね。その短期間と3ヶ月ぐらいですよね。12月から2月、長くて10、11、12、1、2、3とか、まあ、6ヶ月間なんですけど、まあ一番いいのはそうですね、なんか12月、1月、2月ぐらいで、まあ、もうそこでほとんど作ってしまうような、これがコンピューター制御の精米機。すごいですね。これ一度にね、玄米にして1800キロ入れることができて、あ、まあ、仮にこの1800キロの玄米を 60% 削るのに大体ね、早くて、2日半、あ、長いのになると今までの経験上では100時間かかりました。もうすでに酒造りが終わってますので、何もないんですけども、まあ、中は弊社観光グラスでも何でもないんで、まあ、そのぐらいの部分がむき出しになってるから、頭とか足元に気をつけて。あ、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、炊くんではなくて蒸した蒸し米を使います。でここで約1週間蒸して、まあ、トートのスコップで持って、炊くんで、こちらのところまで持ってきて、じゃあ次、仕込みが、あ、あ、どうぞ。あ、はい、失礼します。失礼します。こちらが酒造りする部屋の一つなんですけど、まあ、ここに酸素ずらっと並んで、で実際の作業は2階から行います。あ、足元ね、気をつけてください。あ、はい、今下から2階がこちらです。要は今ここ、蓋をはぶったと言ったらおかしいですけども、こういうふうにこの蓋を取ると ここにそのタンクが出てくると。あ、なるほど。そのありますね。そうですね、感覚、等間隔に、はい、ちょっとこう暗いんで、どんな感じ、こういうふうに、あ、飛ぶとタンクが出てくるので、上からその、麹とか蒸し米とか仕込み水とか全部こう、はい、そういったもうこちらの方から仕込んでやると。よほどのことがない限り、はい、中にご案内するということはないんですけども、はい、今もう酒造りの作業が終わってますので、
私社長の権限で特別にご案内します。こちらが麹を作る部屋で、はい、で麹自体は2日かけて作るんですね。あの時にあれしとったんですよね。はい、で最初は蒸した蒸しの間にある一定の温度まで冷まして、そこに麹菌をかけてここで、まんべんなく、付着させるといいますか、でその麹菌の数を増やしてやると。それが第一日の工程、で2日目はここにあったものを、このマス目から下に落として、下にこのコンベヤーがあります。はい、このコンベヤーの落ちたものをコンベヤーとコンベヤーをつないでこちらの部屋に持って。はい、はい、失礼します。これが2日目の工程で、今度はまんべんなく付着した麹菌が今度はそのお米の中心部分で根を生やすように、いわゆるここで本当に本格的な麹作りを行う。各弊社の場合は2週間かけて酵母菌の数を、そうですね、 1cc あたり1億ぐらいの数に増やしてやるんですね。どうぞ。はい、失礼します。あ、じゃあまっちゃんどうぞ。ここでその酵母菌を培養していくんです。要はさっき言ったように 1cc あたり1億ぐらいの数を増やしていくんですけども、酵母菌というのはいわゆるその麹が作った甘みを酵母菌が分解してアルコールにしていくので、要するに酒造りの働き手というふうに言った方がいいのか。だから要するに、元気で、純粋といったらおかしいんですけども、今酵母菌でもいろんな種類の酵母菌がいてて、フルーティーな香りのする酵母とか、穏やかな香りのする酵母とか、例えばその酸が多い酵母とか少ない酵母とか、いろんな、タイプがあって、でそれがもうごちゃ混ぜになると目的の酒造りにはならないし、ましてや雑菌が入ってくるとそれこそ汚染されるので、純粋培養だから、酵母菌の数が多いはええというもんだしね、ちゃんとした元気で働き手をここで2週間かけて、数を増やしてやる。月でもあれなんですけど、何回ぐらい、その今年になって、例えば中国のバイヤーさんと香港のバイヤーさんが来られましたね。去年はそうですね、フランスの方とか、中国とかそんなだけじゃなしにね、僕らといってボンボンのような、なんか僕も見たことないなと思っとって、すごくの可愛らしくて、はい、このはね、ブーケのような感じで、はい、これも咲くまでに言うたら結構かかりますよね、木をあれして。だから弊社の中に今4種類あるんですよ、はい、ソメイヨシノ、それから、すぐ近くに天然記念物の、ソウドウザクラという、これはこちらに今咲いてもう散りかけですけども、はい、それ以外にキリンザクラと、これが手まり桜という。手まり桜かわいいですね。かわいいでしょ、はい、こういうのがあったら雰囲気がね、めちゃくちゃいいですよね。電気つけますね。あ、はい、はい、はい、失礼します。ここに室町という学校がありますよね、はい、でよく見るとここ見えますかね、三越特選というふうに、だから昭和初期、今から約100年前、100年前なのかな、昭和初期は、要するにそうですね、はい、90年以上、100年近く前に、はい、三越さんの依頼で室町というお酒を作ってて、この室町がその、三越の本店がある地名なんですね。だからこう三越特選という、その当時百貨店の中でも一二を表すような老舗の百貨店なんで、そこで特選に選ばれるということはいいお酒を作ってたという、一つの証になるんだろうなというふうに思っています。こちらにもそうですね、連続でトロフィーいただいたんで、こちらと あとあちらにトロフィー置いてますけども、その他にいろんなモンドセレクションとか、アメリカとかいろんなところのコンテストでいただいたメダル とかをここに展示してます。
こちらがあの昔の酒蔵が本当に一部だけ残ってて、おお、ここですけども見ますかね、はい、あ、じゃあもう昔から、そうですね、あの、うん、何頭かあったんですけども、あの壊れちゃってというか倒壊しちゃって、今唯一一つだけ残ってますけども、だから両方で酒造りを行ってたんですね。昔お城って言うんだったな。室町時代を行きましょうかね。はい、はい、あの手前味噌ですけども、これはあの地元産のお町米を 100% で、地元産といってもその旧赤岩郡の瀬戸町で、皆さんのエコファーマーなんですけども、その瀬戸の生産者の方に作っていたお町を自社の精米機で 60% 以上削って、で仕込み水が名水百選のお町の冷製をお町したお酒です。はい、ちょっと味わって、ちょっといただきます。と冷蔵庫のが入ってたんで冷たくなってるんで、もう少し温度が上がった方が、うん、なんか喉越しがすごいいいですね。あ、そうですか、はい、すごい飲みやすくて、はい、甘みがちょうどいい感じで、ありがとうございます。バランスがなんか取れてて非常に贅沢に行こうとすると和牛、和牛にもよくあって、なぜかというとこの山田錦はどちらかというと、あの非常に今速攻性があるというか、まあ、僕私、山田錦は使ってないんだけども、まあ、優等生とかいう話しますけども、すごく香りが良くて、まあ、淡麗といいますか、そういう味わいなんですけども、お町の場合はその旨味があるので、その旨味が和牛のその甘みといいますか、脂分といいますか、それとよく溶け込んで非常にマッチングしていいし、変わったところではあのチョコレートなんかにも合いますよ、ね。こちらがあの、あ、先ほど言ったです、ね、海外輸出用専用のお酒です。去年のあのイタリアで行われたミラノ万博。こちら、いただきます。はい、どうぞ。やっぱあれなんですか、その海外向けということで、やっぱ、はい、普通の。まあ、なんていうか、ちょっと海外向けにアレンジしてる部分もあったりするんですか。そうです、そうです、あのちょっとここ離れてもいいですか。フランスのマンダリンホテルに行ったんですね。で一番こちら、に見えるのがティエリー・マルクスさんというマンダリンホテルの、まあ、総シェフといいますか、そういう立場の方なんですけど、非常に日本通で、この人にそのサーコンと、まあ、弊社のこの室町時代と備前幻というお酒をテイスティングしていただいて、その中でちょうどそのサコンを、どういったお酒がいいのかなという形でいろいろお尋ねして、まあ、ブラッシュアップして作ったとい う, うーん、まあ、その結果その先ほどの、2014年と2015年にあのそれぞれゴールドメダルに輝いた、まあ、そういうふうなお酒です。うーん、で言われたのが、欧米の人は結構フルーティーなお酒が好きなんで、もっとその食事に合うその穏やかな香りというのは分からないことはないけども、もっとそのワイン感覚で飲むようなお酒もいいんじゃないという話で、このティエリー・マルクさんの方からアドバイスいただいて、はい、なるほど。あと弊社変わったところでこういったマスカットとかですね、さらに変わったところは唐辛子の梅酒とか、すごい面白いですね。特にこれは桃、おお、面白い。全部であの12種類というのは、例えば日本酒があったり焼酎があったり、ウイスキーがあったりブランデーがあったり、いろんなお酒があるじゃないですか、はいはい、そのお酒をベースに、そのお酒をベースに、例えばあの梅酒でしたら焼酎につけたり、はいはい、そう、はい、まあ、弊社の場合は日本酒につけてるんですけども、例えばそういったあの日本酒に例えば
何々の果汁を加えたり、うんうんうん、甘みを加えたり酸味を加えたりとかいうのがいわゆるリキュールなんですね。ですよね。あ、じゃあ何パーセントぐらい入ってるんですか。弊社はだいたい 8% 台。あのソーダで薄めたりとか、まあ、いろんな感じ飲むってことですか。そうです、伊藤さんで、はい、だから弊社の近所にはほとんど桃の農家さんが多くて、だからそういったその桃を用いた、はい、例えばこの白桃酒、これもあの焼酎に1年以上漬け込むんですけども、もう漬け込むことによって中に果肉が溶け込んでますけども、はい、例えばこちらちょっと試飲されてみますか。失礼します。どこかでも販売してるし、ちょっといただきます、ね、どうぞ。桃ジュースというかそれぐらい、そうです、アルコールの独特な匂いもないですし、苦手な方とかでも全然あれっていう、これじゃあマスカット、マスカットは、そうですね、4合瓶換算でいうとこれはまあ300ミリですけども、4合瓶換算で2房と言いますか、3房ぐらいその量を漬け込んでいくんですけども、これはね2年漬け込んでます。2年、2年漬け込んでやっとね、あのマスカットらしくなりました。うん、いや本当そのまま、そのそのままっていうか本当に 100% に近いというか、もうあのさっき桃の場合は皮を剥いて種を取って漬け込むと言ったじゃないですか。でマスカットの場合は一粒一粒洗浄して皮を剥いて皮と実をそのまま漬け込むんですよ。今うちのホームページの方にもあの昨日からおとつい日曜日にあげたばっかりだったんで、はい、また時間があってもらいます。発表その、はい、これも本物、本物です。本物の皮市場です。ちょっとこれもあの競争してないからもうそのまま、じゃあの暗くなって1600の年の終わりぐらいのぐらいの時代、池田のお殿様ですからね、岡山、ですよね、はい、江戸時代ってことですよね。そう、江戸時代です、はい。